お前もしかしてタケミッチ？総長の客何を脅かしてんだよ。ついてこいよ。やめろやパー。清正の件はあいつが勝手に東卍の名前使って喧嘩賭博なんてやってたのがなしって話だろ。わかんねえなら出しゃばんなボケ。あいつの立ちがメビウスと揉めてな。それが構想の火種だ。メビウスの頭幼いってやつとちょっとしたことでな。パーの立ちはメビウスの連中に袋にされて、目の前で彼女やられた挙句有金巻き上げられて、後から親兄弟まで吊るされた。メビウスってのはそういうチームなんだよ。俺らの二つ上の世代で新宿仕切ってる。東卍は渋谷、新宿は別。それに俺らはまだ新しいチームだしな。ああ、ペイも行かせるよ。日中近くの倉庫でいいな。うん。タケミッチ、あれお前一人、ドラケンは？ああ、分かってる。前こそ提案だろ。は？マイキーは捕まったパーチンを金で助けようとした。でもドラケンは反対した。お前うちの隊長クラスでも止められねえ二人の喧嘩どうやって止めたんだ？ありがとな。お前が止めてくんなかったら東卍やばかったかもな。謙虚なやつだな。お、やっぱり平安のバイクだ。お前のおかげで東卍内部はパーチンが捕まったのはしょうがねえことだって話でまとまってた。気に入らねえのは平安だ。平安のバイクがあったってことはもう始まってるかもしんねえ。裏に確か、おい、そこ曲がったらすぐだ。平安、てめえ何メビウスとつるんでんだよ。ああ、うっせえボケ。この排気音、マイキーの蹴りを止めた。間に合ったか。しんど。もうマイキーは、タケミッチ、ドラケンは、くそ、マイキー、せえよお前ら。外の連中にも知らせに行くぞ。平安、お前がパーチンを持ってやっちまったってことはみんな分かってくれるよ。でもな平安、一番パーチンのこと考えてたのはドラケンだかんな。会えねえのに面会行くの？ドラケンはあれから毎日パーチンの親と一緒に面会行ってんだ。親族しか会えねえのに差し入れ持って、面会中はずっと外で一人で待ってさ。そんなドラケンをお前ははめたんだ。ちゃんと謝れよ、ドラケンにもパーチンにもみんなにも。おかえりペア。いよいよだな。どういうことだタケミッチ。バジやめろや。お前何がしてんの？いや、バレたか。ちょっとトイレ探してたら話し声が聞こえて。え、なんで盗み聞きなんてしちまったんだろう。ああ、すげえなじゃねえよ。何でも俺に押し付けやがって。新しいの頼めばいいだろ。しょうがねえだろ、あいつが遅えから。空ぶかしたつもりで急発進しちまうやつとかいるし。やめとけ、もう行っちまった。ガススター行ってこいよ。まさかマイキー、理不尽。絶対負けねえ。どっちが先に沖まで行って。さてタケミッチ、バカ野郎、てめえ何しにここに来たんだ。今俺ら喧嘩してんだぞ。てめえも二番隊の一員だろうが。気抜くんじゃねえぞ。よし、確かに東卍150にバルハラ300ってだけでも不利なのに、奴らの方が年も上で体もパワーもちげえ。幹部連中が踏ん張っても舌が押され気味だ。やるじゃんタケミッチ。ドラケン、もう平気だよ。見てろよタケミッチ、有利になるぞ。お前があいつらを奮い立たせた。おかげでドラケンが自由に動ける。あいつは一人で戦況を変える。へえ、やるじゃん貴様。急いで救急車を。もう誰もマイキーを止められねえ。それって、おい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 、日本一とか聞き捨てならねえな。俺のインパルスは世界一だぞ。狭いよお前ら。燃やしてチリゲにしたろうか。上等だこれ。おっそ、はい、わけめちゃくちゃひでえやつらって噂は聞くよ。3個上だっけ。カストロがブラックドラゴンと
嘘。確かにチームがあればブラックドラゴンと喧嘩する大義名分もできるしな。名前はともかくいいな。32、それがいい。どうした？おお、タケミッチ。そう怒んなって、安田さん。俺がペイアニンを使い頼んだんだから。あ、入れよ。順番な。ちょっと待ってるよ、タケミッチ。すぐできっから。山田さん、そこさ、半返し縫いの方がいいよ。河合さんはブランケットステッチで縁をかがるといいかも。怪我しないように気をつけろよ。俺らにとっての一番のフォーマルは特服だろ。俺なりの感謝の気持ちだよ、タケミッチ。八三構想ではドラケンを救ってくれて、血のハロウィンではみんなの目を覚ましてくれた。だからお前の特服は絶対俺が仕立てたかったんだ。バカ、俺が勝手にやってることだ。できた。着てみろよ、タケミッチ。サイズ調整すっから。さあお披露目だ。ああ、刺繍入れ直しだよ。